天秤のトコトコ。天秤の男は散歩が大好き。いつもスズメのチュンチュンと一緒です。トコトコ、トコトコ、歩いていたら、道のしているチラシを見つけました。なんだか面白そう。行ってみる？チュン。ワクワクランドオープン。歩いていくと、二人の目の前に不思議な建物が現れました。入り口の札にぴょんぴょんと書いてます。ぴょんぴょんって何だろう。知らないとこに入っていくのは、ちょっとドキドキします。ぴょんぴょん。男が迷っている間に、チュンチュンはピューッと中に飛び込んでいきました。ぴょんぴょんの部屋では、いろいろな動物たちがぴょんぴょんと飛び跳ねています。男もぴょんぴょん、チュンチュンもぴょんぴょん。トコトコとチュンチュンはどこにいるのかな？くるくるの部屋ではいろいろな動物たちがくるくる踊っています。トコトコもチュンチュンもくるくる。ルンルンとランランもくるくる。トコトコとチュンチュンとルンルンとランランはどこにいるのかな？あれ？男は帽子をかぶってないよ。どっかに落としてしまったみたい。ダラダラの部屋ではみんないろいろなポーズでダラダラしています。男もダラダラ、チュンチュンもダラダラ。男は面白い本を見つけました。男とチュンチュンはどこにいるのかな？男が読んでいるのは、ペンギンの大冒険です。男が絵本に夢中になっていたら、チュンチュンが男を続きました。パパ、チッチ、わかったよ。違う部屋に行ってみよう。隣の部屋から歌声が聞こえてきます。チュンチュンは音楽が大好きなので、嬉しくなって羽をパタパタしました。ほらら。ラララの部屋ではみんな揃って歌を歌っています。トコトコとチュンチュンも白い服に着替えて一緒に歌います。みんなでララララ、トコトコもララララ、チュンチュンはシュララ。トコトコとチュンチュンはどこにいるのかな？あれ？お腹がグーグー鳴っているのは誰かな？お腹が鳴っていたのは、子犬のプープーでした。しばらくすると、トコトコとツンツンの中もグーグーなりました。お腹が空いちゃったね。チュン。グーグー、グーグー、グーグー。あっちからいい匂いがするよ。プープーが指さしたのは、もぐもぐの部屋です。行ってみよう。チュン。もぐもぐ。
もぐもぐの部屋にはお菓子やフルーツがいっぱい。みんな好きなものを選んで、もぐ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 美味しそうに食べています。トコトコとチュンチュンとプープーももぐ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 。トコトコとチュンチュンとプープーはどこにいるのかな？うさぎのルンルンとランランももぐ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 。ルンルンとランランは何を食べているのかな？たくさん遊んで楽しかったね。一番好きな部屋はどこだった？ぴょんぴょん、くるくる、だらだら、ららら、もぐもぐ。とことこはみんな楽しくおしゃべりしながら、とことこ、とことこ、うちに帰っていきました。おしまい。